尾田先生がわすっていうものにこだわりを持ってこう描くっていうのもあるんで法則もこう綺麗にあった上で、えー、歴史の真実がこう語られるっていうね、えー、状況になるんじゃないかと。 さあ行きますよ歴史的神みえになるのでしょうかそれは世界へのメッセージ。さあ始まっていきます。これはもうまさに前回の続きですね。いや、そんなに急に話し始めても、なんじゃャカと。これみんなが見てるってことでしょ世界中のみんながね。相手にも聞く準備というものがあるでしょう。ピーっと、ああ、もうこれだから心電図ピーだね、これね。だからベガパンクは今息を引き取っているっていう状況ではあると。まあ人がいつ死ぬかっていうのはね、ワンピースの中では概念は提示されているんですけども、肉体 世界的には死んでいる状態と言っていいんじゃないでしょうか。そんなものお前どこかの情報機関が拾えば、明日には世界中に拡散して。 どう思いますか情報に誰かの手が入ったらああなるほどビデオの時点で横やりをちょっと意識してんのか確かにそうじゃとではどうするさあ行きましょうちょい見せ終わりのこの年賀は世界中の海軍支部を中継して最大出力で強制的に配信しますいやもうすごいねもうベガパンクは通信きれいって言ってるけどもう強制的になってると音声の受信は電電虫で可能ですが映像電電虫の準備となると要する時間はそれぞれ音声じゃなく映像で見せたいっていう話なんだ 1>, 1時間のインターバルを取りましょう。何を喋るつもりだ、ベガパンクと。<laughs> いや、どうなのベガパンクよね。1時間はちょっと長えな。1時間長かろう。そうしている間に、この配信を心よく思わぬものの妨害に合うかもしれん。よし、わかった。では、受信準備のインターバルは、10分じゃと。10分後に話すっていうことで、今回は話さないってことなのベガパンク、お前の声だろ、これ。世界よ。聖地マリージョは、 この通信は何だい何事だい多いサターン。ベガパンクはどうなったキザルが殺した。死んだはずだ。嘘を見ていた。自身の死を引き金にメッセージが起動するように仕込んでいたと。おそらくな、何を言うか分からんぞと。発信源さえわかれば、エッグヘッドのラブフェーズ以外に考えられぬ。現在バリアで守られているが、あと9分半。どうする発明でもするか。私は忙しい。コーヒーでも飲まれては。まあ録画だからこの辺ちょっと和気あいあいとしてるね。ステラと去ってないとかね。<laughs> コーヒーでも飲まれてはとか。あ,あ、世界各地のなんか状況わかんのかな 新世界ドレスローザ聞いたかただごとじゃないぞ。あのドクターベガパンクが全世界に何かを伝えようとしていると。映像でネムショ連れてこい。スクリーン設置。急げ10分しかない。あ 来たね、レベッカ。久しぶりの、ルフィランドが人質にした博士がどういう状況なんですかね。いや、ちょっとレベッカ可愛すぎんな。レオったらまたルーシの悪い記事信じて。最新妨害の確率を算出します。映像が出たぞ。これがベガパンク。あー、なんかちょっと今なんか頼もしさを覚えましたね。なんかレベッカとキュロスが汗流して剣で稽古してるみたいなね、状態が生まれてるんで、なんかあの後も、平和になったからって平和ボケになるわけじゃなくて、なんかあった時のために鍛錬はか,かしてないと、強くなったキュロス、強くなったレベッカが、 のちのち見れるんじゃないかっていうね、感じなんでしょうか。空車村。なんだ、またルフィが悪さしたニュースだったはず。映像デンデムシか。うちの村にも欲しいな。えー、誰が金を出す飼育もただじゃないぞ。<laughs> 映像デンデムシって飼育もただじゃないし大変なんだ。え、音がありゃ十分だと。あー、ウォーターセブン。ウォーターセブンとかどうなってんだろうね。あの、島を浮かすっていうね。うん、まあ、アリーチェすぐに映像。アイスバーグの秘書、アリーチェ。 えー、はい、社長。隣の部屋に映してあります。造船所獲得にもスクリーンを手配を。夜ですが、事の重要性は極めて高いものとし、全住人が10分以内に映像にコンタクトできるよう指示は完了。他にはと。あー、ビビのところ。まだビビは大丈夫そうだね。ちょっとね、イム様がビビが欲しいって言ってるんで、ここはかなり注目した方がいいところなんですけども。なんだこの映像はと。海軍を中継してるが、特段の連覇だ。ルフィ,フィさんたちはどこへ。バカ目よく見ろ。後ろの時計。あー、いいね。 モルガンズが冷静に。いや、映像の中の後ろの時計見てみろ。現在のエクヘッドの時間じゃねえ。これは録画だと。記録映像だと。現場、今頃バスターコールで火の海とかしているはずと。ちょっと待って。どうなるのこれ。ウエストブルー。あれが生のベガパンク。世界一頭が切れるとは聞いてたが、あんなに。ノースブルー。世界に光を灯した男が。世界に光を灯した。まあ、あ電気というか、明かりっていう概念っていうことかな。サウスブルー,、えー。わざわざ世界中に何を伝えているんだ。世紀の大発明とか。 カマバッカ王国。コーヒーを入れるのに10分かかります。ごめんじゃないか。メッセージ妨害の確率は限りなく低いですね。何をしたぶるのベガパンクのやつ。そんなことよりは頭切れてるんだが。初めて見るのか。あれが噂の増えたベガパンク。事件の過中でこんな配信すると。で、ドラゴンはシャカーが私はもうすぐ死ぬだろうを思い出しているっていうね。ちょっとなんかドキドキしてくるけど。何どうなるあ、お前あんなに殴ったのに効かねえなと。あ、なんか木猿の目ビカ光ってるな。 らってるお前ら俺の仲間たちが全員逃げ切れるまで絶対逃がさねえからな。なんかさ、逃げる側なのに、お前逃がさねえからなって言ってるのがね、熱いみたいなね。なんかそういう状況だよね、ここね。さあ、ゴムゴムのドーンシンバル、バチンいた。いいぞ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 。我らがルフィ、チートキャラです。サタン星ぺっちゃんこにして、よくある漫画のぺっちゃんこにして、ピラーン、ピラーン、ピラーンみたいになってんな。これどういう状況になってんだろうね。 でも効かねっつ話かなサタン性は。ピラーン、ピラーン、ピラーンってなって、その、ペラペラになったのをもうピザみてーにブーア回してんだな。効かねんだったらどこまでも飛んでけっつってぶん投げた。っていう話だね。何か投げたぞ。あ、ひゃ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 。なんだあいつ何やってもダメージねんだ。あ、すぐ戻ってくんだ。キザルさん一体何がご無事ですか大将いや、まあ、またキザルこうなってんな。しつこいぐらいこうなってんな。時間がないサタン。 ベガパンクに自由に喋らせるべきではない。なんかこれ、脳内でコンタクト取ってるよね。でんでん虫というよりは、なんか戦って、まさにうわーってなってる時に脳内に語りかけてるような感じあるよね。見えたぞ、俺たちの船だ。ベガパンクたち大丈夫かなまず、 巨人族たちが、巨兵海賊団の船にたどり着いて、そこにアトラスとか、グランキーとかもいるっていう話か。で、呼ぶぞ、あーで。うわ、もう最後のページだわ。これ、世界の真実は知れねえな。どん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 、バリバリバリで。 黒い稲妻で、1、2、3、4。黒い稲妻が4つだから、五老星がもう、ここに来たって話か。なんだと、あれは、雲爺が現れた時の、だから、魔法人で五老星が来ちゃいましたよ、だけか。なるほど。世界の真実が知れるものと、めちゃめちゃ期待して、覚悟をして <laughs>、見始めたんですけども、まあ、世界の真実は知れなかったと。ただ、10分間のインターバルを経て、今から発表しますって言ってから、みんな映像をでんでムしとか、 用意する時間が必要だろうと最初1時間って言ってたんだけど何者かに妨害されるだからこういうことを予期してだよね五老星が止めに来るとかそういうことを予期して1時間ではなく10分のインターバルで発表しましょうといやもう発表していいんだけどな10分のインターバルと言わずにもう見れてるやつだけに発表していいような気もするけどな巨大な王国の縄でドーンで打たれてザザザザザーってさ砂嵐になっちゃうみたいなさあれが嫌なんでもう10分待たなくていいけどなアベガパンク何の配慮だ っていう誰かが見てたらそれは拡散できるから。あれかなやっぱり動説もちょっと気にしてんのかなベガパクカ。ちょっと動説は気にしないでほしいんだよな。動説は3000人とか4000人かもしんないけど、100万再生いくから絶対に後伸びで。だ動説を気にせずにね、ちょっとやってほしいんだよな。<laughs> 絶対に拡散してくれるからみんなが歴史の真実なんてもんは。 メタで考えると、やっぱり1111 11話とか1110話とか、小田先生が和数っていうものにこだわりを持ってこう、描くっていうのもあるんで、和数と、 え、本編の内容をきっちり法則性を持って描くのなんてマジで神業なんだけど、うん、なんかそういうことではないと思いますけどね。ただ若干の調整みたいなのはもしかしたらあるかもしれないし、尾田先生がね、どういう意図を持って、え、ここでは発表しなかったっていうのが多分1110話とか、その辺で、ああ、なるほどというね、法則もこう綺麗にあった上で、 えー、歴史の真実がこう、語られるっていうね、えー、状況になるんじゃないかと。語られないはないよな、でも。なんかこの10分っていうのが嫌だね。今、9、あと9分とか、あと8分半とかぐらいだと思うんすけど、五老星が全員バーンってきて、絶対に何も喋らせんなっていう気合で、そのラボフェーズがやばいっていう感じだもんね。なんか、小原の時みたいに、またこう、歴史の闇にこう、消されて、葬り去られてしまって、我々読者がこう、 ね、一番知りたいことが知れないっていう未来も、ちょっとこうね、考えてしまいますけど。そうだね、ニカが10分持つかっていうのね、なんか体感さ、短いよね。ニカがフルパワーで戦える時間って、明確に何分ってこうね、提示されてるわけではないですけど、描かれてるわけではないですけど、なんか5分とか10分とか、本当に、まさにそのぐらいの時間のなんか印象あるよね。街道戦とかさ、どのぐらいでおじいちゃんになるかとか考えるとさ。で、しかも五老星が全員来て、 で、サタン星っていうのがね、あのー、いつものあのおじいちゃんの状態から、おそらくは牛気、毒っていうね、表記も出てきたんで。 えー、足とかが雲で、角が生えてて、しかも毒っていう特性を持っているとなると、まあファンタジーの世界とかね、あの妖怪の世界とか、いろいろ探しても、まあ牛気っていうのが一番こう、ぴったりくるんじゃないかっていうね、えー、ところですけども。サタン星がそういう形態変化をしているっていうことは、ゴロ星の大体のこう、形態変化っていうのもここで見られるんじゃないかっていうね、ところで1110話、再来週になりますけども。えー、もしかしたら、ゴロ星全員の悪魔の実の名前判明とかね、えー。あとは歴史の真実っていうのが、えー、 いよいよ語られるみたいになるのかな一周引っ張ってあと10分ってなってて、漫画の世界のあと10分ってめっちゃ長いじゃん。<laughs> ドラゴンボールもあの、あと3分でナメック星爆発するっつってめちゃめちゃ長いから、漫画の世界の10分で10話分ぐらいある可能性もあるんだよな。まあ、そうなってくると、ね、歴史の真実がベガバンクの口から語られるのは結構、 ね、後になるのかなっていうね。まあなんかこの、ワンピースの上手いところでもありますよね。タイムリミットっていうのが必ず設けられるっていうね。鳥かごもそうだし、鬼ヶ島が花の都に落ちるまでのタイムリミットもそうだし、ね、表すとかも反乱軍と国王軍がこう、ね、ぶつかるまでのタイムリミットとか、タイムリミットっていうのを、 で、こう、読者がドキドキしつつ、それに間に合うか間に合わねえか、みたいなね、描き方するのはワンピースはこう、得意中の得意だと思いますけども。この10分間の工房というのがどうなるのかと。あとは、ま、あその、扉絵連載もね、 始まったと、えー、いうことで、ここがかなり熱いんじゃないかな。カイドウマムのその後が描かれるかもしれないし、古代兵器プルトンの、えー、秘密っていうのが若干明らかになるかもしれないし、ズニーシャとかとも連動してくるかもしれない。で、あとはヤマトの現状とか、えー、赤座役人男と黒髭海賊団がもしかしたらカリブの情報を得て、すぐには来ないと思いますけど、扉絵連載って長いですから、この扉絵連載のクライマックスら辺で黒髭海賊団がこう攻めてくるとかね、黒髭が攻めてくる とかヤマト vs 九山みたいなこう描かれ方をするとか本編と同じぐらいこうね、えー、熱くなりそうな、えー、気配があるとそしてこれ誰なんだろうねこの鬼ヶ島のドクロ古代巨人族みたいな話だと思うんですけどもうこれがジョイボーイでいいのかっつど,どうなのかっていう話だよね何らかのヒントが出るのかなーとかも思ったんですけどワノ国演が終わるまでにいや結局何の えー、あれもなく。で、この刀っていうのも、ね、ルフィが、あの、ニカになって巨大化したとかっていうのがあったんで、な、コヤッキーさんとかとも話してる時に、マジでありそうっすねって言ってたのが、ニカが巨大化して、ドクロの隣にある、このめちゃめちゃでかい刀っていうのを引き抜いて、刀で戦うみたいなのを想像できますよね、みたいなね、えー、話してましたけど、この刀が何なのかとか、この巨大ドクロが何なのかとか、ちょっと左目に傷ありげのやつなんだよね、ちょっとね。 えー、結局明かされないままなんですけど、これが、えー、扉絵連載で、えー、もしかしたら、こいつが誰なのかのヒントというのもね、えー、なんか出てきたら熱いな、というところでございますが、扉絵連載では、えー、一体何が描かれるのか、これも想像するのもかなり楽しいところでもありますね。沈む鬼ヶ島だから、でも鬼ヶ島ってさ、な、なんで沈んでんの花の都、 に、まあ、墜落しないように、えぇ、ー、桃之助が成人化して、龍になって、ホムラグも最初出せなかったけど出せるようになって、カイドウバジュラングガンで倒して、ふわって隣に落としたみたいな話だったよね。であれってなんか地上に落とした感じじゃなかったっけ海に落としたんだっけ穴埋め問題にはなってるね。もう、もうすでに。和の国の 現状、和の国を空から見た、なんか風景みたいなのが描かれるとかじゃなくて、もう、穴埋め問題。なんでそうなったかわかんないけど、鬼ヶ島が海の底に沈んでいってるっていう。この穴を考えるのも結構楽しいところだね。和の国って、まあ上から見たらこう、円になってて、で、この円の部分がもう、めちゃめちゃ高い山になってんだよね。で、こんな円の丸にこう、 囲まれてて上から見ると。で、中にお、こう、ね、和の国があるっていう話なんですけど、この和の国があって、縁があって、ここ周り海っていうところなんですけど、その鬼ヶ島がどこに沈んでっかだよね。ね、和の国の外に出してんだったらあんま関係ないんだけど、でも中だよな、多分。で、そうなると、地下にプルトンがあるから、プルトンの方に沈んでいっているって話になると思うんだよね、これが。でも小田先生が書きたいのは多分その辺なんだろうな、多分。 プルトンに関するヒントを読者に与えるために鬼ヶ島を沈ませてるみたいななんか感覚はありますよね。で、そこにマグマだまりがあってカイドウとマムが結果どうなったのかっていうのが描かれたり、ね、プルトンによる影響でその地下がどうなってるのかとかっていうのが、えー、なんか描かれていったら熱いなっていうね。